今回紹介するのは、貯められる人は超シンプルという本です。もの、生活、お金の順に整えると数多ものの貯金体質に変わる。90日後、お金が自然とついてくる本書で秀逸だったのは、 「お金の乱れは生活の乱れが数値化されたもの」というフレーズ「実に的を得ている」「生活を意識してまず整える」「ものに関しては断捨離の思想を参考にするといいかもしれません」「自分の生活スタイルを知って何を大切に優先させるのかを決める」 ためたかったらお金の流れもわかりやすくシンプルなルールに乗っ取りお金を使う考え方もストレートで家計がシンプルであることが絶対条件。つまり物はお金が形を変えたものであるとてもわかりやすくいきなりお金からではなく物から生活そしてお金順番に整えていくことの大切さを知りましたお金の悩みに直面したときに 本当に何から手をつけるべきかわからなくなります。そんな時にわかりやすくコツを教えてくれます。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。